新年の廊下掲示のアイデアです。子どもたちの作品が引き立つように掲示の仕方を工夫してみましょう。タイトルは赤と金の紙を十字に貼り合わせて作っています。ラミネートすることで繰り返し使えます。縦になっている梅の花は紙テープに貼っているので一度に貼ったり剥がしたりすることができます。こちらはカラフルな丸を組み合わせて掲示しています。はがきをタイトルにしているところも面白いですね。こちらは紅白の紙テープを水引きのようにして使っています。白い紙と赤い紙を折って扇形にしてそこに赤と白の紙テープを絡ませるように立体的に掲示しています。タイトルのところにも黄色の扇形を使っています。角の部分も水引きのように折り曲げています。他にもいろいろな工夫が考えられそうですね。